大阪 TV。 ジャスミン、日本橋を空から見てみよう。イエーイ、始まったわね。今回もなんかポーズをとって始まったんだけどさ、今回ちょっと突っ込みたいところがいっぱいなわけ。ハッチョもあんまり思いつかないけど、うん、綾波レイちゃんがいるんですよ。そうなんです。何言う通りの、あなたは知らないわ、綾波レイちゃん。やばい、やばい。ベタは、ベタは前回の時もエヴァンゲリオン結構来てたけど、そうですね、まさか本物が来る。生レイちゃんですか。見てて好きで来ちゃった。やだ、いろんな方がいるもので今日は盛りだくさんだから、はい、そう。じゃあ早速出発はレイちゃんにお願いしようかしら。では通天閣へ起動します。レッツゴー。今日何度か知ってる2人とも。今日何度なの。今日はね、3度。3度よ。2人とも。いやね、いろんな意味で寒いもんよそれ。いろんな意味で寒いもん。そうね、今日はね、とっても面白い方に、はい、ホットにご案内していただくことになってるのよ。面白い方というご紹介。面白い、あ、いらっしゃいました。ちょっと今日はよろしくお願いします。ご入館お断りいたします。いやいやいや、待ってください。待ってくださいよ。これはダメでしょ。いやいや、入れるです。改めてじゃあ自己紹介していただいてよろしいですか。通天閣のビリケンさんこと坂井です。ビリケンさんや。ちょっと待って、クリソツだわよ。まず通天閣 の、はい、深いところ施設の方をご案内させていただこうと思いますので、はい、まず深い地下の方。あ、ディープ？地下があるんですか、通天閣って。はい、地下にホールがありますので、はい、そちらの方を皆さんで行きましょうか。わ、はい、かりました。楽しみ。今日はね、いろんな内側が気になる、そんな一日。じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。はい、ゴー。さあ降りてまいりましたわよ。はい、ここが、こちらが松竹芸能の田中さんでございます。どうぞ。ちょっと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 、いやいやいや、なな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 、一体何なんですかこれは。わざわざね、通天閣歌謡劇場に来ていただきまして。ほんとね、初めて来させていただいたんですけど。あ、そうですか。もったいないもったいない。もう目の真上が通天閣でございます。はい、下におりますと、はい、なんとね、毎週月曜日、通天閣歌謡劇場といいまして、はい、演歌のね、祭典を毎週月曜日行っております。でそこで僕たち埋設をさせてもらってまして、はい、次はこっち通天閣の演劇と言いまして、はい、もうね、松竹芸能と言いますと、はい、TKO さん、はい、あとね、アメリカザリガニさん、はい、よい子さん、はい、全く出ておりません、こちらには。出てないんですね。出てないです。そんなことないです。でもう毎週土日お笑いやってますんで、はい、はい、もう12時と2時、2回公演でございますんでね、はい、毎週月曜日よかったら、はい、通天閣歌謡劇場と毎週土日にね、松竹芸能のお笑いライブ天劇やってますんでね、皆さんよかったら来てください。待ってまーす。ということで、楽しかったですね。楽しかったですね。そうしましたら、こう玄関でございます。うん、見てください、この通天閣、天に通ずると通天閣です。そういう意味だったんですね。そうなんですよ。初めて知ったわ。からそうですよね。はい、そうしましたらですね、はい、まずは当時できた当時は世界初の丸エレベーターということで打ち出しておりました丸エレベーターの方、皆さんで行きましょうか。はい、はい、では早速行きましょう。2階上がってきたよ。最高、日本橋に負けないぐらいのこのガチャガチャの数。すごい。左右にね、このガチャガチャ120台ありますね。120台ですか。はい、新世界一ですよ。いや本当もういっぱい、可愛いのから気持ち悪いのからいっぱいあるわよ。こちらがチケットセンターです。チケットセンターカウンターですね。すいません、エレベーターの店員がございまして、はい、この中からですね、はい、1人だけ乗れない方が出てきます。申し訳ないですけれども、通天閣、てっぺんで105メーターまで階段で登っていただこうと思うんですけれども、ここで大じゃんけん大会。イエーイ。高井さん、すごい振り出ました。いくわよ、最初はグーじゃんけん、はい。はい、それでは到着しましたか。そうですね、
あの階段の入り口でございますので階段の入り口に早速、はい、いろんな門があって、はい、何処方もございますけれども、はい、もうひたすらひたすらてっぺんまで階段登ってください、はい、頑張ります、はい、何段ぐらいあるんですか。数えてみてください。マジで、はい、行ってらっしゃい。行ってきます。頑張ります。よし、それでは早速行きましょう。現在300段目です。約残り間もなくです。約残り間もなくです。はい、あなたはこの人に2キロ痩せてます。やった。ここは地上40メートル。ちなみにハチは高所恐怖症です。外に出るのが怖いんですけど、まだまだ上に行きましょう。これは嬉しい。ここ頑張ったらこの後食べる串カツとビール美味しいよ。いや、商売上手ですね、大阪人はほんまに。あなたの勇気に乾杯。はい、行きましょう。出てみます。もしかして、あー、うわー、ちょっとこれは怖いですけど、行ってみましょうか。うわぁ、やばいやばいやばい。これ下が、これは、これはあの通天閣のあのこうなってる部分のここですね、多分。あ、ちょっとこれはちょっと、はっちゃん、行き戻りましょうか。ちょっと階段、もう一回ちょっと、最後まで頑張りましょう。はい、よいしょ。罰金100円。子供か。その天下が面白いな、マジで。あのチアで90メートルまで来ました。それではゴー。いやいや、もうしんどかったよ。どうだったの。あのね、途中でね、途中ですごいいろいろあのボードになんかあのいっぱい書いてあって、もうツッコミどころ満載の、もうじゃあ行ってきて。いや下から行ってきて。それをちゃんと映像には映ってるわね。映ってます。大丈夫。ちょっと高井さんがフフフって笑ったから、いやいや問題ありのボードなんですか。いやいや、全然面白かったですよね。面白かった。これはね、階段行かんとね、分かれへんですからね。もう僕らの秘密ですよね。あの階段って通常はあれですよね、お客さんは上がらない、はい、非常階段ですから。ラッキー、ジャイキン負けてよかった。はい、もうでもちょっと休憩させて。まだちょっと上行きますか。まだあんの。本日2回目ですけど、今サンドです。あ、サンド、ちゃんと上がってきてますから。はい、ぐっとまたこうちょっと風が出て寒いような感じですけど、サンド以下ですね、これ。みんな大丈夫。いや、もう寒いのを通り越してますね、もう。はい、カプチが走ったから今、そう、今結構ホット、かなりホットなんですけど、ジャスミンもホットで。ちょっとジャスミン見てください。うわー、この景色すごい。皆さん、通天閣のてっぺんです。てっぺん登りましょう。登ろう。まさに天に通ずる道。通天閣すごい。この景色最高。何か見えますか。何か通天閣素晴らしい。今日いろんな意味で全部見える。いろんな意味で全部見えるわよ。すごい、特大号ですね、今日は。特大号よ、ほんと。やばい、ほんと。あ、ただで動物園に入れるみたいな。ただで動物園。ほんまや、天王寺動物園見えてる。贅沢。贅沢ですわ。もう今日のタイトルだった、日本橋を、空から見よう。こういうことだったね。まさにタイトル通りですね。まさにタイトル通り。空からパッと向いていただいて、はい、ちょうど日本橋。そう、日本橋ですね。見てくださいよ。はい、これね、通天閣が凱旋門って言ってると確かにある意味なんで、はい、街自体が高速道にパリみたいって。パリね。あ、気分は変わるんですか。だからオーシャンデリゼイ。オーシャンデリゼイ。素敵よね。ずっと昔からこの街並みの形なんですか。そうなんですよ。昔からもうそのパリをコンセプトにしてた街でございますから、ちょ
寒いですね。ねえ、ちょっと寒くなってきましたけどね。わ、はい、かりました。あのこの景色もね、堪能させていただいたんで、はい、うん、すごい良かった。中戻りましょうか。戻りましょう。うん、で、はっちゃんはちょっと休憩したいです。休憩させないよ。まだダメ。大阪ドーム、あ、見えますね、見えますね。もう誰が何個、あ、何個、あのユニバーサルスタジオジャパンとか見えるんですか。建物がないので見えます。あ、ですね、はい、あ、でもあの辺です ね、 ですね、あの辺ですね。天気がいい日とかでしたら、はい、明石海峡、大橋とか、え、そんなまで、え、見えちゃうんですか。見えちゃうんですよ、もう、はい、でも今日も結構見晴らしいいいですよ、天気いいですよね。よかった、雨じゃなくて。やったー、もうすごい嬉しいですね。これご覧の皆様もね、特別ということでね。おみくじ発見。おー、大吉でーす。うわ、大吉、いいじゃないですか、それ。どこに行っても何をやっても話題の中心になるでーってめっちゃ関西弁で書いてる。はい、うわ、またや、スペシャルラッキー、やったやったよ。どこに行っても何をやっても話題の中心になるで、また大阪弁で。じゃ、うわ、さすが、さすがジャスミン、空気読む。アナッキー、すごいわよ、アナッキー、言ったじゃないよ。言ったじゃないよ。すごい、これは波乱万丈な運勢、嫌な出来事を避けたければ自分磨きをテーマに今後の目標を定めて努力しようや、ね、努力してな、努力してや、してや、頑張ってな。素晴らしいオチでしたね。はい、さすがですね。もう最高のオチでした。すごいですね。もう神様降りてきましたよ。降りてきましたね。はい、いや、もう今日はね、神様と一緒に回ってますから。そうですよ。ビリケンさんとね。ビリケンさん。そのビリケンさんの方に本だら行ってまいりましょうか。もう行きますよ。通天閣といえばビリケンさん。行きましょう、行きましょう。待ってやった。そして、新世界通天閣のものを頑張っていただこうか。はい。歴史とかがね、いっぱい。これは100年前の。新世界ルナパークでございます。遊園地。ルナパーク。はい。あ、遊園地があったんですね。昔のこの地図で、はい。100年前一番流行ってた、ニューヨークのコニーアイランドという遊園地とパリの街を持ち出した、うん、ヨーロッパの文化とアメリカの文化を足して割りにした。すごい。夢の街やったっていう。よくばりミックスミックス。よくばりやな。メリーゴーランドとか、うん、ローラースケート場とかあった。本当にその当時大阪で一番輝いてた街。それがこの新世界です。ハイカラさんよね。今年の7月3日が通天閣新世界100周年でございますので。100周年。はい、ぜひにご来場いただければなと思っております。すごい。すごい歴史あるな。すごいな。ハイカラがありますね。はい。ちょっと歴史を感じていただこうかなと。100年前のこういう。遊園地、はい、テーマパークとかですね。キク人形、これいいですね。はい、テーマの枚方パークですわ。はい、はい、はい、よう行ったな。よう行った、よう行った。この椅子なんか座ってみてください。もう開運ですよ。あ、ちょっとアンラッキー、アンラッキーのジャスミン座ってみて、座ってみて、はい、わかった。めっちゃ座りにくいですからね。座りにくいんですね。え、そうだ、座りにくい。なんていうか、ちょっとね、ちょっとこう、うん、幅ですね。あの、皆さんに座っていただこうと思って、できるだけ座りにくい椅子に。どうぞどうぞどうぞ。そうですね。はい、ちょっとじゃあ座り心地を体感していただいたら。うわ、座りにくい。なんでこれ。どうでしょう。うん、ここに座りにくいですか。これもうええわ、もうええわ。あのね、ちょっと、うん、これな、立つ座ってて。座ったらわかる。もうええわってやろうか。普通の椅子ですけどね。はい、座高を測らせていただきます。確かに座高を測る椅子と一緒ですね。確かにちょっと座りにくいですね。そういうのもありの、こういろんな感じでね、こっちはあの才能が開花する、金運アップとか、才能が開花、はい、商売繁盛とかいろんなのございますので。なるほど、なるほど。座りにくい椅子に、たやさん、あの願い事を込めて、自分の思いの椅子にですね、こう探して座っていただけたらと思いますね。わかりました。続きましてこちら、はい、ま、100年前の通
通天閣、ジオラマです。おぉ、すごい、すぐさっき写真であったやつが、はい、凱旋門テッペル塔を渡してあるに、当時はあのファイズタワーいうところからロープウェイが繋がってたという、はい、本当に夢の街だった。めっちゃかっこいい、はい、高橋さん、ちなみにどちらにいらっしゃいますか？そうですね、まだ生まれてませんね。ですよね、ですよね、電気ついた、わかりました。見てください、これもう当時も100年前もイルミネーションが灯って、まさにテーマパーク、ディズニーランドみたいな感じ。すごいですね、ほんま夢の国や、夢の国ですよ。当時の裏パークを再現したジオラマを展示しております。これですね、これですね、左手から、すごい、あ、順番にこう光って、そうなんですね、はい、綺麗、綺麗、サイングウェイ、ぜひ見たかったなと思うんですけども、こちらのジオラマの方で皆さんに参加させていただきます。また天井には初代通天閣の客の天井に描かれている、これがそのイメージを表現、ビキエさんね、ビキエさん、ビキエさん、違う、これはガネーシャでございまして、ガネーシャさん、通天閣今度また売り出していきたいなと思ってる、新しいゾウさんですね。これお賽銭もあるんですか？はい、至る所一つあるお賽銭、皆様のさっきもありました、お賽銭で、はい、なるほど、なるほど、なるほど、お賽銭か、ご協力ください。そして皆様来られました、日本橋から、あー、お賽銭が、まさか、まさか、ちょっとこれちょっとすいません、ちょっとあの、はい、あれ取れてます、ね、あれちょっと怪我してる、ちょっと今あの怪我しておりますけれども、ちょっと問題が、はい、これが日本橋の皆さんの技術で作りました、はい、通天閣ロボットでございます、はい、皆さんちょっと湿度が多すぎまして、今メンテナンス中でございます、はい、至る所あのいろんなところお呼ばれしましたら、はい、日本橋のものづくりの文化と通天閣の、ネームバリムと足して割に本当にあのスペシャルコラボでございます、うん、今後ともこの通天閣ロボットともともですね、日本橋通天閣新世界 PR していきたいと思っております。もうちょっと今高井さんが初めて真面目な感じが初めて真面目に、はい、もう寒いですけど、ちょっとパーソルトがかかりました、ちょっとメンテナンスでございますけれども、ね、3階に来てから、はい、いろんな文化がミックスされて、この通天閣ルナパークから始まりのっていう話がありました、凱旋門からエッフェル塔で、日本橋と、そしてこの通天閣をミックスさっきキャラも、さっきキャラも、ちょっとすいません、もうこれちょっと今具合悪いみたいで、必死、はい、ちょっとお前、ちょっとじゃあ日本橋から助っ人呼んでいきましょう。そうですね、今度来られる時はあの全員日本橋の方、あの、はい、助っ人皆さん以外に助っ人、助っ人以外にちょっと来なくていいみたいな、いや次どうぞ、次どうぞ、じゃあ次どうぞ、コロンの方とか、こういう他では売ってない鉄鋼飴とかね、初めて見た、あんたのチカレー、何のチカレー、日本一カレーが売れてるんですよ、えがレトロ、かわいい、ありましたね、これですよ、これおみくじあめちゃん、おみくじあめちゃん、通天閣の恋人さすがですね、さすがです、めちゃめちゃ好きやね、はい、こちら幸福の神様ビリケンさんでございます。足の裏を触れば幸せになるかもしれません、皆様気持ちがしてください、どうぞ、もうやった、ちょじゃあ誰から行く、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 ちょっと疲れて、はい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 は2012年葉月として、ソロ の, あのライブ活動の他にも、テレビとかいろいろメディアに露出していきたいなと思っております。そしてワンマンライブで、目標とりあえず前もあのワンマンライブした時に100人ぐらい来てくれたんで、次は500人ぐらい入るようなそんなライブをできるように今年は頑張っていきたいと思います。ビリケンさんお願いします。ビリケンさん、はじめまして。
これ何回触ったらいいの？いっぱい触ったらいいの？私に旦那さんをください。お願いします。婚活がうまくいきますように。2010年間違ったわ。2012年も勢いよく通天閣。じゃあね、ピリケンさん挟むように抱いていただいて、で先ほどからも触っていただいてますけど、ピリケンさん足の裏を触るとご利益のある神様なんで、足の裏触って写真も写っちゃってください。いきますね。はい、じゃあいきます。ビリッといきます。ビリッとピリケン。確認しますね。うわ、これダメそう。これめっちゃええやん。ありがとうございます。めっちゃええやん。ほんま今日のジャスミンとカズキの日本橋を空から見てみよう。大成功。じゃあ最後にいつものやつ皆さんお願いいたします。ありがとうございます。せーの、大阪。